長期分散投資の、まあ、支出を見直したいという声があるんですよね。まあ、投資に回したいので、何から支出を見直せばいいのか、どこから始めればいいのかというご相談ですね。まあ、まず3点お伝えした方がいいかなと。家賃ですね。でもう一つは、保険もし入ってらっしゃるなら、あとは通信費ですね。まあ、通信費はもう格安SIMは必須ですね。楽天モバイルとかだと2000円3000円ぐらいだと思います、月に。家賃はですね、まあ、給料の3分の1ぐらいが目安というんですけども、もっと低くしてもいいですね。余計なものを置いてたりするので断捨離して、まず本当最低限の部屋でいいと思います。まあ、賃貸の場合はですね、それができるならそうしてくださいということですね。あと保険ですね。まあ、保険は基本的にはいらないと思ってますので、まあ、見直しを必須だと思います。